南三陸シーサイドパレスは、かつて、宮城県元吉郡元吉町の旧小泉村域にあったレジャー施設である。1972年、旧小泉村の三陸海岸沿いに、東京の会社が3階建てのホテルを備えた遊園地としてオープンした。遊園地のアトラクションは、ボーリング場、メリーゴーランド、ゴーカート、観覧車、スカイジェット、コーヒーカップなどがあった。 1975年11月に和光建設に買収された後、1977年12月11日には、津谷川を挟んで向かい側に、気仙沼線、陸前小泉駅が開業して、アクセスの改善があったものの、経営難から1980年代に閉鎖された。閉鎖後に、遊園地の遊具類は撤去されたが、ホテルの建物は残っていた。また、 近くの小泉海水浴場はサーフスポットとして県内及び近郊のサーファーが訪れていた。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の際には地盤沈下及び20メートル級の大津波の直撃を受け周囲の松林と小泉海水浴場は消滅し建物が新たな海岸線から太平洋にせり出した形となった。 しかし、東海の危険性が高いことから2015年5月19日に、建物の解体欠点が報じられ、同年6月下旬に取り壊された。海辺の記憶気仙沼、小泉酒、半世紀から特産に会社外用遠隔、福岡朝子、南三陸シーサイドパレス解体へ、黒ブログ、一般社団法人気仙沼復興協会、2016年11月18日閲覧。 海水に使ったホテル移行に選定されず解体へ。読売新聞。httpww. 読売 c o j p f e ー t u r 2 0 0 0 3 0 5 2 0 1 5 6 0 8と 1T5060HTML2016 年11月18日閲覧。ありがとうございます。